すぎて、あ、そのクリスマス仕様の期間にめっちゃやるって言ってる。雪、え、ちょっと聞かんといてよ、人がショールームしてるとこ。いや、誰だよ、勝手に人の家でショールームイヤホンしてよ。何をする、イヤホンして、勝手なやつだイヤホンして、勝手なやつだぜ、イヤホンして、こっちのセリフ早く聞かんといてよ、人の配信してるの。じゃあ帰ってもらってこんばんは。最近笑い方が本当に猿になって、わかるわかる、え、わかるって、でも彼に YouTube で編集してて私のが映ってるってことで、しおりちゃんの笑い方見て、いつからこんなほえおーみたいな、あ、私のこと言ってる、うん、やっぱりゴリラ研究しすぎて、ゴリラなのかな、猿、あ、そういうことね。こんばんは。今日も一日お疲れ様です。なんか、あれか、もうこれした。天王寺動物園の行き過ぎ、あ、でも違うの、天王寺動物園にはゴリラがいないんですよ。だから、あ、だから逆にか、そう、ゴリラはほへんほーとかじゃないから、うん、あーとかじゃないからな、鳴き声が。から何よ。だから、うん、天王寺動物園の行き過ぎってこと。逆に天王寺動物園はだから、あーあーみたいな感じの鳴き声が聞こえてくる、うん、あ、そこからってこと。え？なるほどなのかまだ1回しか行ってないけど、んであんま聞くことないからね、動物園。あ、でも母さんも思ってた時期あった気がする。ってこと、笑い方がちょっと猿っぽいなって。違う違う、どういうこと。年パス。ああ、ゴリラは日本の動物園にあんまりいないんだっけ。そうなんですよ、日本てかゴリラ自体がまず数がそんなに多分多くなくて、で日本にもさらにそんなにいないんですよね。そう、やん、いや、京都動物園、学校から近い、そんな毎日行き放題じゃないですか、いいな、うん、そんな、てかまあ天王寺動物園のゴリラになればいいんじゃないっていいじゃん、いい、確かにそういうことか、あ、私がいい案だ、なるほどいい案だじゃないんですよ、やめてもらっていいですか。名古屋にはめちゃくちゃゴリラいるから、動物園いない動物園なんかあるんだ。そうそうなんよ、びっくりだよね。ていうかゴリラが、ゴリラに興味持つまでゴリラがいない動物園があるって思わんかって。そう、
こんなにもゴリラがいない間なんて知りませんでした、日本に。本当に日本に少ないのか。そう、まあでも世界、地球上で見てもゴリラは少ない。マウンテンゴリラ、あ、待って、そのメガネこれ違うわ。でもなんか似てる、この前買ったのと。でもマウンテンゴリラもね、かっこいいなって思ってな。いつからそんなゴリラ。いや本当にさ、そうな、いつから。え、そう、テナガザルも私めっちゃ好き。そう、白手テナガザルもいるじゃないですか。まあでもどっちもさ、色が違うような感じでさ、似たような感じだけど。わかる、テナガザルめっちゃ可愛いよね。マジで小島に似てる、マジで。並べ、え、見たやんこの前。見てない。いや見てないな。見せようとしたらどっか二人が行ってあの夜行性動物のなんかあところに行って、え、わかる、テナガザル。あとな、ちっちゃいのも可愛いよな。ゴリラに興味持ったのはだからゴリラのモノマネをしようと思って、ゴリラの動画を見てるうちになんか興味を持ちました。でもちょっと分かったやろ、そのさ、ゴリラ見たやんこの前初めてさ、うん、面白かった。確かに見ちゃうやろ。見ちゃう、それやね、面白かった見ちゃう気持ちは分かった。観察しとけた、ずっと。癒しなのよあれが。本当になんかかっこいいとはならなかったの。かっこいいとかあんの。え、だからたくましい、あのなんか筋肉。ああ、まあそうじゃなかった。元からでも動物好きですね。ゴリラの頭ってちょっとさ、あるじゃん、頭なんかボコって上に長いじゃん、あれはちゃんと噛む力をあれで使ってんの、そこの筋肉を。だからあんなに、あれは筋肉なの、上の長いのは。そう、ね、そう、この前なんかインスタライブで言ってた、なんかどっかの動物園のインスタライブで。マジでな、あのイケメンゴリラをマジで見てみたいな。いやでもあれよな、しおいちゃんが一回狩りに送ってきたやつよな。あ、うん、シャバーニくん、あれはマジで。え、でもあれがちょっとかっこいいっていうのはゴリラ界ではかっこいいんやろうなっていうのは分かったやろ。そうやね。天王寺動物園の年パスまだ一回しか使ってない。動物園のインスタライブあるの？ある。あ、インスタライブあれかな、 YouTube ライブかな。 YouTube ライブもやってますよ。でも多分アーカイブ残ってるんで探してみてください。今日宣伝までし始めたどこやっけな、ゴリラセンターやっけな、どこやっけな、あれちょっとフォローしすぎてわかんない。ラジコーでファンになりました。え、怖い、私下ネタしか言ってないんだけど。ラジコーで下ネタが好きな方ですか。もしかしたらそうかもしれない。ありがとうございます、嬉しいラジコマジで私の回の時聞いてほしい、ひどいから絶対いないもんな、かりんとしおいちゃんに行くとか。うわー、行きたいな。なさそうだもん、ね、あ、
困るわ。でもなんで下ネタとか困る。でも最近だからファンの人に、うんうん、あ自分のファンの人にっていうか他のメンバーのファンの人に怒られすぎて、そんなちょっとちょっと傷ついてんじゃん、ちゃんとちょっと抑えてるんだよ、ちゃんと。そうだよ、抑えてもらって。顔とのギャップやってよ。ありがとう。ずっと昔からだからな。あ、そうやな。あ、日本モンキーセンターや、そう。言ったっけこれ。この前のジャンレジでケイトと一緒やった時に言った。もう絶対ダメ、聞いてない、言ってない。え、じゃあね、一緒シオンのラジオでジャンレジね、うん、でケイトと勝利が言って、うん、一回も下ネタ言わんかってん。びっくりじゃない、ケイトだから。もう私はこれから生配信とかの時は絶対ケイトが横にいたら言わないねん多分。ああ確かに、あかんやん。だってケイトつけとけばいいんか。そうやね、あかんやん。だってケイトいる時にさすがに絶対ダメ。本当に多分めちゃくちゃ怒られると思うよ。怒られる？ファンの人にも。でもそれ間違いない。カリンがケイトのファンやったら怒るね。もう絶対これはダメだってもう、うん、もう察知したんだろうね。自分でもちゃんと。小島さん、せやねん、お疲れ様でした。ずっと見てた。やって。素晴らしい。7時間半ですか。ありがとうございます。助かります。でだから言い過ぎやから原さんが言うごとに500円、うん、100円かな、うん、貯金してくださいって。めっちゃおもろい、バッキンバッキンいいじゃんって言われました。そのお金でチーム M で焼き肉って。もう多分今もうだいぶたまってる。もう多分だいぶ1日で多分10万ぐらい貯めてる、うん、10万円ぐらい、うん、そのぐらい。スカイダイビング面白すぎたって。何の話？あれだ、せやねん、めちゃくちゃ面白かったですよね。ねえ、わかる、書類も見てた、面白かった。めちゃくちゃ面白い。もう本当にでも絶対にスカイダイビングはできないわ。え、スカイダイビングって空から降りる。そう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 、もう絶対無理。でもね、でもね、その経験者に聞くとみんなあのあっちの方が怖いっていう。バンジー？バンジー。なんかあのあれないらしい、浮遊感がないらしいよ、スカイダイビング。スカイダイビングはじゃあ何感があんの？何もないらしい、ただ落ちてるだけって言ってた。あ、てかあれでまず息できんの？だってあ、そう、そっちの方がなんか難しいらしい。だからもう口でするしかないよね。そうそうそう。もうバンジー滝は嫌だな。いいよ絶対に。どごめんなさい、どんなお仕事でもバンジーだけは、うん、あ、クマちゃん、うん、もういい。これすごいと思うわ、お仕事とはいえさ、うん、確かにね、まあ、やったけど。あ、やったん？え？いや、ちょあれはバンジーはやったじゃん。あー、びっくりした。あんな自らね、すごいんだよ、すごいことで。だからあの逆にあんまりそれに抵抗ない人もすごいなって思う。あーね、確かに。行きますっていう人もなんで？行けるんだよ、ハーサとか行ける人とか。あー、うん、そう、学生でバンジー飛んだことありましたね、大昔。
もう絶叫系もマジでダメなんだよ。あ、しゅうちゃん絶叫もダメだっけ。うん、あ、そっか、やっぱ浮遊感がダメ。いけんの。いや無理。なんで、じゃあなんでユニバ行くん。ね、え、乗ってるってことやろ。うん、え、どういうこと。人に合わせて乗れるってことだってさ、あ、浮遊感なんか、いや、嫌よ、嫌なんだけどね。怖いのは怖いのよ、結局。あれを楽しいって、でもさ、羨ましくない、うん、そう、うわーって楽しくしたい。ねえ、わかるわかる、めっちゃわかるわ。本当は楽しみたいんだよね、実は、うんうんうん、だって、どうなんやろ、一回もなんかほんまに嘘でもいいからイエーみたいなやったら楽しくなるんかなって最近ちょっと思ってさ、でもやっぱね、なんかでもあのレイちゃんってね、うん、怖がんのよ、ちゃんと怖い人なの、あの人も、うんうんうん、なのに乗りたがって、うん、私よりビビるみたいなタイプなわけ、うん、いろんなタイプがいるなと思うよね。私らはちゃんと怖くて、うん、でも乗りたいタイプじゃん。乗りたくないよ。あ、違うんか。え、乗りたくないよ。もう私らの時点で3パターンあるからさ、うん、お仕事でどうしてもなら乗るけど、うん、わかるわかる。確かに。でも今まで一番ダメだったのはタワーなんだっけ、ホームディズニーの1回しか行ったことないんだよ。全部落ちるやつ、縦のやつ。そうそう、もう縦のは無理だよ。今までで一番最悪な時間だった。縦ってバージョンやばいよね。無理、あれはもう一生ならん。バーに全体重預けたら浮遊感なくなるよ多分。そう、なんかいろいろあるよね、さまざまな方法が。ジェットコースターで目開けたことないもん私。でも最近知った、目を閉じた方が怖い感が増すんやって。あ、そうなの。だから開けた方がいいって。あ、でもそうかも。なんか最近それこそカリンもなんか見つけ探そうと思って、怖くない方乗り方。うん、そう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 、なんかね、あれが良かった、あのレバーの方に体をこう、うん、向けると良かったよ。どういうこと。レバーの方に体を傾ける、前に前にって。ああ、そしたらまだマシってこと。そう、なんか浮遊感なかったあんまり、ね、うん、あのバーもさ取れるんじゃないかって思う、マジで。ほんまに、まあ、え、ね、あとさ、コンタクトしてるやん、うん、え、ジェットコースターで取れないの。取れない、ね、え、乾くやん、うん、どうやってさ、私、あ、マジでこれ疑問やったんよ。これも最近できた疑問、うん、そう、どうやって乗ってんのジェットコースター、コンタクトの人って。だから普通だってば。え、絶対、いや取れると思うんやけど。取れないんだよ、それがびっくり。絶対嘘やろ、それ。え、コンタクトして乗ったことないけど。ない、うん、だってさ、風がブワーって前から来るんだろ。なるなる。で、全水分がなんないんだよ、それが眼球からなくなるわけじゃん。こうだってスカイダイビングだってそうじゃん絶対。あ、でも目してるか、うん、確かに。え、だよ、だから、と、だからどうってことないあれってことだよきっと。ジェットコースターぐらい。最後に乗った記憶はあれだよ、なんだろう、遊びに行って、修学旅行で、え、メネミー前ってこと。あ、うん、ロケで行ったのはあるけど、うん、あれ、ほら USJ のハリドリとかいうやつ、うん、あれだよ。あれ乗った。あれ怖かったね、あれ怖かったね。聞いてないです、ゲームしてます。はい、ごめんなさい。今日コンタクトつけてダイナソー乗ったけど取れなかったよ。あ、カリも取れなかった。
何言ってねん。なんかカリンもさ、あのツリーにさ飾るさ、うんうんうん、かけるのあるじゃん、あれが可愛くてさ、ツリーもないのに買おうと思っちゃった。やばいやん、どこに置くんだよ。そう、我慢したわよ。え、だからでも最近さ、ツリーでもちっちゃいのあるやん。あー、確かに。あれ迷ったんだよね。でもさ、無駄だなって思い、なんて、でも何年も使えるじゃん、うん、って思ったら、まあ、自分でも言い聞かせるくない、これを買ったとて。え、そう、一瞬の、だってクリスマス終わったらもう片付けるやん、うん、そう。でもそれがあるだけでちょっとなんか幸せ感増すじゃん、多分。わかるよって思ったら、なんか欲しくなっちゃったんだよね。買ってないけど。わかる。劇場のツリー持って帰る、いらんよ。でかいわ。カリン白いツリーがいい。あ、でピンクとか白とかな、ね、あるよね、最近ゴールドとか。めっちゃ可愛い。ガキの3人でクリスマスパーティーするの？しない。あ、YouTube 用にしたら？しないけど。でもちょっとしないね。釣り予定ないね、今んとこ。予定はないけど。うん、今んとこない。なんかクリスマスパーティーとかしたことなくない？ない。毎日がパーティー。え？首かしげます。それはちょっとごめん。うん。それも言って言って何言ってるんだろうっていうことはよくあるよね。うん、あるある。うん、よくあるよ。確かに、でも家のツリーって片付け面倒でしばらく出しっぱなしじゃない？確かに。そんなイメージはある。一緒にいるのは大島さん、はい、そうです。です。否定しろよ。突っ込んでくれよ。あ、7時間の生配信、生放送のお疲れなんですね。すいません。本当に。もうね、やってなさすぎてね、最近。あ、そのあれを、そう、はい、ラリーを。だってさ、あれだもん。前まではさ、ほら、ね、何？自己紹介でさ、振っていただいてたからさ。やってメンバーに、ファンの人 の人に、ああそういうことね。だからもうほぼ最近やってない。確かに、だから昔よりあれが悪くなってる気がする。回数、何、そう、あの速度っていうか。あー、すごい。いつまでするんだって思ってるでしょ。20? じゃあ24時までやっちゃおう。何時？逆にできるならやって。え、ずっと無言だよ、ずっと無言だよ。切られてください。ずっと無言で、それはもう。この服いらない？いるよ。カラコンしてない、今日。でもさ、そうなんだよね、この前もさ、しんちゃんでもしない方がいい、しなくていいと思うけど。何を？なんか食べた。鏡切って。しない方がいい、OK、うん、全然いいけど、見えてそっちは。しない方がいい、しなくてもいい、しなくてもいい。大きな変化なくない、そんな、うん、でちょっと大きいのつけたら、うん、そう、ダメ、あの白目なくて草って。あ、違う、ちゃんと、うん、あ、ファンの方ね、ちゃんとノリでね、うん、なるほどね。確かに白目なくなんね、うん、だからカラコンしなくてもいい人っているじゃん、結構。先輩とかもしない人多くない？サンタさんにお手紙書いた？なんで急に話変えんの、そんな急に。びっくりするわ、もうね。新しいとこだ、書いてない。あんなスローガンみたいな劇場に貼っといて、何、なんで、なんか遊び心、うん、そういうこと。ちょっと皆さん、なんで逆に今何が一番欲しい、今、
なんかさ、このでもその質問って難しいよな。なんで？え、とかさ、誕生日とか近くなってさ、いや何欲しいって言われてパッって言える、うん、言えないだよね。そういう時こそ出てこないのすね、うん、あるはずやけど、そうきっとそうなの。なんかすごいちょっと難しいわ。何のゲームしてるの小島？知らない。これスプラトゥーン。スイッチとかしないから分かんない。スプラトゥーン。スプラウトですって。スプラトゥーン。スプラウトしてるって。スプラウト？何？スプラトゥーンやってる方います？なんかバージョンアップしてさ、すごいのよ。知らんよ。ちょっとなんかもう久しぶりにやってんだけどさ。やってあげようか。一回もやったことないけど。やってあげるよ。ちゃんもゲームしないもん、ね、マリオカートとかしたら絶対最下位になるけど、やってあげようか、うん、それぜひやってほしい。カリンと一緒にどういうこと？そのカリンはいつもレイちゃんって言ってボコボコにされるからいやいや自分がその代償を変えようっていう。けどな、うん、ちゃうよ。多分私はゲーム機があったら多分ずっとやっちゃうと思う。あ、逆に？うん。だ絶対楽しいでしょゲームって。え、やらないよ絶対。え、やる？やるよ。マジでしおりちゃんのゲームしてるとか想像つかないわ。でも DS 大好きだったよ。え？え？意外。絶対何今嘘嘘っぽ。え、マジマジ。今の言い方めっちゃ嘘っぽ。やめてよそんなこと言うの。今後やりにくいわ。だからさ、アンジュさんとかとさゲーム配信、うん、や一緒にやった時めっちゃ普通に楽しかったんやけど。あ、そうなんだ。まあ、でも私もやっと。でもな、え、本質でもゲーム得意じゃないから全然。え、スイッチってさ機械あるやん。機械買いましただけじゃゲームはできないの？うん、その後に DS やったらさカセット買うやん、うん、それと一緒よ。 DS のカセットが進化版カセットがオンラインで買えるよみたいな感じってこと？どういうこと？ああ、そう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 。いくらなの？ものによって違うの？ものによって違うけど、うん、基本はでも6000円とかかな。ものによる、ものによる。もっと安いのもあるけど。じゃあそれはいくらなの？その今新しいの出たっていうのはさ、新しいのが出るたびに買うの？ね、これはアップデートされたってこと、うん、じゃあ一回そのスプラウトを買えばスプラウトは飲み物スプライトか、それも、うん、分からんけど、うん、あ、スプラウトはなんだ、なんなんそれ。なんか野菜聞いたこともない。野菜あるよスプラウト？あるよ。なんそれ分からんけど、ま、え、じゃあ一個買えばアップデートされていって、そうそう、使えるってことね。だけど動物の森とかはいくらだったの？あれとかも6000円とかじゃない？基本6000円ぐらいのイメージ。ちょっとしたゲームはもうちょっと安いか。確かにゲームできないメンバーでゲームしてほしい。ゲどうなるんやろうな、どうなるやろ、イライラするんじゃん、みんな見てたら、見るに耐えないみたいなコメントがたくさん来そうです私できれば参加したくありません地獄。ゲームガチ勢さんとかからしたらもう見てらんないだろう ね、きっと。
昨日は声は突然やってくる公園ありがとうございました。急に話変わるやろ、うん、ありがとうございました。3回目のポジションでした。知ってるか、うん、え3回目のポジションやったって知ってる、うん、知らんよ。なんでなんで逆に知らなかったですよ。やん、またすごくなってるわ。スプラテン褒めてあげてくださいって言ってるよ。あ、褒めて、おめでとうございます。んお疲れ様です。昨日は何、うん、え、公園、いや、え、振り間違えることないの？なさそう。あるよ、めちゃくちゃあるよ。カリン本当にめっちゃミスるから。私はいけないけど間違いおばさんなの。ああそうね。でも最近しゅうちゃんと公園出てないからな。出てない。 M 出たら絶対出ないでしょ。そうね、そうね、覚えるしかないね。何？通信エラーだって。その通信エラーはなんでなんの？なんかね、一緒に全部このオンライン通信になってるから、うん、誰かがこのブチって切れちゃったら終わっちゃうん。えやだ、何？知らん人とやんの？それは。そうそうそう、うん、でも一回 M の MC、うんうん、に入ってきてほしいな。できるかな、ガリに。もうレイコが一人でやってるから、ワカポンおらんときは。そっか、ワカポンもそうよね。もうすごい、うん、ね、確かに最近出てなかったもんね。ツッコミしてみたら？できないよ。え、どうやって、なんか変なこと言われてもう納得しちゃうんよ私。あ、そうなんよ。なるほどね。この前もケイトがボケたけど、それボケやって気づかんかったの私。致命的。え、それボケてたんって。あ、そうなんだ。そう、なるほどね。もう終わってんだよ。やった。うわ、すごいすごいコメント書きましたよ、こちらさんに。しおりんの優しくて美人で面白いところやってよ。何が？え、ちょ、キュウリンのめっちゃうまい歌、ダンス好きです。どうしたの急に。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いやって、面白い、よかったね、面白いって。え、聞いてるんだよ、私今。面白いんじゃない。まあ、人によっていろんな捉え方がありますから。確かにね、面白いって思うものもね、それぞれ違いますから。確かに。あー、もっちゃんもツッコミに。ああ、でもどう、そうなんかな。もっちゃんはどっちもできそう、うん。今日未来夢中人ライブ公演、そう、公演、あ、夢中ライブ、夢中ライブで受けてたんやってよ。え、よかったね。あ、だってほら、我らが渋谷渚さんいましたから。あ、そういうことか。これは最低。未来がとかじゃなくて、渚さんがいたからだね。最低。いや、未来が受けるなんておかしいなって思った、うんうん。でもやっぱ未来は単体よりその人と合わせてみたいなとこあるからさ。じゃあちょっと
アーカイブを見ないとですね。そう、どう、確かに。だからできればだって滑らしたくないじゃん、それ、うん、未来。そうだよ、未来面白いんだよ、だって本当に。うん、面白いよ裏では。うん、わかる、本当にそうだと思う。ちょっと勉強します、その渚さんの術を、技術を、ね、ちょっとねえ、なんでよ。もうさ、出口がさ出てる時とかもさ、あの舞台、うん、あのずっとあの上で MC で喋り出したらもう横でライト消す準備してんの、スタッフさんが。もうずっとニヤニヤしながらこうやって。そうなんだ、すごいね。逆に N の時ちょっと寂しいんじゃない、照明さん消す人いない。ちょっと寂しがってね。逆にでも3回消えたことあって、その1個の MC で。逆にさ電力使えそうじゃない。つけたり消したり。節電アイドルって言っててるけど、いや、和田、あ、和田美優と未来がってことか、小島さんを取り合ってましたってことかな。誰と？今日の MC でってことかな。未来と誰が？違うかも。取り合うも何も未来だけが言ってそうだけど。あ、書いてあるんで、未来が美優とかりんちゃんの取り合いしてたって書いてあるんで、嬉しい嬉しい。え、あ、出口はな、ツッコミしても正面落ちんねん。落ちてたこの前。なんかいつもボケとボケてる人がツッコミしてみようみたいな回があって、うんうんうん、なるほどね。合ってたのよ、ツッコミもちゃんと、うんうん、けど消えた。大変だね、突っ込んでも消えちゃうの。メンバーで誰を妻にするのか、 MC で。うーん、こっちも妻にしたいってこと。意外じゃない、ミユが言うの。確かに、なんか13位ズッコロさん、12位がゆずぽんさん、11位が、急にちょっと待って、やめんの。え、いつもこんな感じ。びっくりした。え、びっくりした。びっくりしますよね、ファンの皆さん。あ、やめるんだって。いつも、え、もう彼これ結構やってるこんな感じで、ね、あらすごい、うん、12位がゆずぽんさん、11位がもえさん、10位がケラさん、9位がことはさん、8位がしんさん、7位がたかしさん、6位があずさん、笑わないでください、笑ってません。5位がゆうゆうさん、4位がイートさん、2位がこじかりコンビ推し。こじかりコンビってどういうこと。誰と誰コンビ。だこじまかり、まあ、かりん、うん、コン、うん、こじかりどういうことだろう。2位が赤ちゃんさん、1位がなめさんです。ありがとうございます、ありがとうございました。あら、びっくりだね。あ、3位言った、気まぐれさんだね。はい、始める時も急だったもんね。うん、え、何年私と一緒にいるんですか。まあ、そうです。そんな私のでこのランキング読んだ後の時間も長いから、うん、終わるまで。あ、そうなんだ、うん、それはちょっとファンの方もこの星投げるか迷うわ。うん、もう読んじゃってるしみたいな。そんな何年もいて私のこんな一面に気づかなかったんですか、うん、いや、知ってます。はあ、もうありがとうございました。またいつか会いましょう。小島さんが映らない、映らないのは権利の問題。そうです、あの
権利一応小島犬はちょっと NG みたいで。そうなんですよね。まあなんか夢の国ランドみたいな感じの。そうそう、どんな感じ、わからないよ。映しちゃいけないやつなんですよね。どういう感じ。ありがとうございました皆さん、一日お疲れ様です。じゃあまたね、またね、またねってなんなんやろうね。誰が作ったやろね、またねって。調べてよ。で、またね、誰が作ったってグーグルで。なんか歌詞、普通にか、なんか曲が出てきました。それではありがとうございました。